どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではペーパーマレオ折り紙キング続きプレイしていきましょう。さて、見晴らし山の頂上付近までやってきました。では早速神の力を使ってこの土を盛り下げましょうか。あ、スキップもできるのね。いや、まあそうね、どうしようか。あまりにも回数が多かったらスキップするようにしようかな。いや、ほんとこれ折り紙で再現できんのかね。できそうな気はするけど、めちゃくちゃ難しいだろうな、これ。そのうち、なんか、本とか出そう、折り方の。さあ、盛り下げてください。いや、チアガールなんだよな。OK! ほら、綺麗に盛り下がっちゃいましたわ。オッケー。で、この周辺になんかあったりしないかな。裏に道はあるけど、特には。ああ、いた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 。なるほど。ありがとうございます。さすがにこんな看板の裏とは思いませんよね。そうね。ベンチ。うん。特にはないね。よし、じゃあ中に入ってみましょう。見晴らしタワー、はい。この曲は何だ。うわ、でけえな。穴が、穴だらけだね。うわー、美味しそうなバナナ。ほら、マリオさんの大好きなキノコもありますわ。あ、違う、絵か。すっごいリアル、間違えちゃいましたわ。穴すごいね。うん、これだけ大きいと紙ピラもたくさん入れそうですわ。まあ、1、2、3。あ、塞がっていない状態で乗ろうとすると、落ちちゃうんだ。了解。お、いったね。え、何？降りよう。そうだね。わあ、とっても上手。そういう話ではないと思うけど、壁の絵と同じ方が描いたんですよ、きっと。ん？壁の絵と一緒。兄を知ってる誰かが描いたってことかしら。そういうことだよね。そしてキノピオがいる。助けていただきありがとうございます。マリオさん、見晴らしタワーへようこそ。トータは最上階から絶景をぜひ楽しみいただきたかったのですが、体がカクカクで大きな口にいろんな牙が生えた怪物に襲われました。この落書きも全部あいつの仕業です。マリオさん、気をつけて。怪物ね。お、全部キノピオかい。くるくる巻きの癖がついて巻き髪になっちゃいました。ほんとだ、癖がついてる。あ、レジを叩けばお金が出てくるのかい。さてさてさて、いや、ほんとは紙っぺらが欲しいんだけど、全然ないね、紙っぺらね。階段から上に上がっていくことはできないよ、これ絶対。うわ、あ、ちょっと待って待って。うん、キノピオいたいよね。目が回ってしまいましたけど、ちょっとしたアトラクション気分で楽しかったです。これ下げないよね。そうだよね。こっから行くか。え、何、え、どこかに、あ、ここか。キノピオがいるっていう合図なんだよ、あれは。どこだ、どこにいるんだ。まあいっか、ちょっとストーリー進行の方が気になるから。じゃあ上行っちゃいます。じゃあね。いきなり屋上の方に行けんのかな。あ、行けそうだね。ねえマリオさん、エレベーターといえば私やってみたいことがあるんです。なんだい。ああ、エレベーターがあるね。上参りますってやつでしょ。それでは上参ります。なぜそんなことをやりたかったのか。3階、あ、
え、でも途中途中も絵描かれてるけど。まもなく4階展望フロアでございます。うん、まあ楽しそうで何よりっすわ。紙テープの帰りは下へ参りますをやりますねと。はい。うわ、色鉛筆、とんがった棒みたいな。どうしましょう、これじゃエレベーターガールができないですわ。そこを心配すること。ハンマーで叩けばいいかな。ほら邪魔だよお前ら、帰んな。ほらバイバイ。下がってる。自力で上がっていくしかねえな、これな。まもなく4階であたりに一気に1階まで参っちゃいました。参った参ったってね。わあ、マジかよ。いやまあでもクリボーでしょ、多いな。はい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 、装備品がうまく働いておりますね。3階、違うな、どうすればいいんだ。お、これ難しいぞ。待って、手前が、待って、これはもういいや、これでいいわ。ハンマーかな。 OK、 よしよしよし。敵の頭数減らし受け。まあアイアンブーツだよな、ここは。1階2階3階、 OK、 アイアンブーツで倒しきらなかったらと。 OK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 、 ガードできたね。これは3階、違うね。3回か。違う。え、待って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 、わからん。むずいな、おい。オッケーガード、オッケーガード、よし。あ、もう最初から整列してんのね。オッケー、よし。整列が本当に難しくなってきたな。よしよしよし、紙っぺら大量ゲット、大量ゲットしたから、まあなんとかいけるかな。まだ、はい。まだ、はい。あ、ギリギリ、はい。よし、じゃあ上行きましょうか。待って。なんかここあるかな。あ、なんもないわ。よし、じゃあ行きましょう。落書き多いな。調べる、はい。シェフの気まぐれオムライス。なんだこの見晴らし展望台が、そもそもダンジョンみたいになってるぞ。絶対なんかあるじゃんこんなん。食べる、はい。HP 回復するのかい。で
調べる。はい、開ける。あ、はい、いたね。助かりました。狭いところに入れられたせいで首がちょっと痛いです。首っていうか頭のてっぺんで折られてたけどな。折り紙兵の奴らが清潔な基地をあんなこと、ん？清潔な基地であんなことを、あ、これ以上怖くて言えない。何をしたんです？私たちオムライス食べちゃいましたよ。で、このコインをどうやって取る？よいしょ。OK。で、こう言って、こう言って、こうして、なんもなしと。はい。わかんないからいいや。おう、厨房。開ける。はい。何かある？うわー。ゴキブリ。行って。オッケーオッケー。はいはいはい。ここにもいるぞ。ここにもいるぞ。今いたぞ。今出てこい、出てこい。あ、ていうかこっちにもいる。うわ、よし。他どこ行った？あ、キノピオ。片付けは突っ込んでいいってもんじゃないですよと。そうね。あ、ここにもいる。やべえやべえやべえ。もしかして私の体重バレました？いや、そういうことじゃないな。あと、うわ、ゴキブリみたいな。クリボー、うら。よし。あと一体、厨房の、あ、ここにもいる。やばい、うら。よし。待って待って。ん？待って待って。あ、ば、落ちちゃった。まあいいや。え、どうしたらいいんだこれ。 うわあ、キノピオ。はい。生ゴミと一緒に捨てるなんてひどいです。ちょっと今蓋動かんかった。うわあ、実際にいた。やば。え、これどうしたらいいのマジで。あ、上から落ちてきたらいい。あ、踏んだ踏んだ。オッケーオッケーオッケー。まだある、まだいる。もしかしてもういないよな。冷蔵庫の中にあんなクリボーがいっぱい繁殖してるのやばいでしょ。なんでそんなことになった。え、他にもいいのかな。 OK。 はい。こっから、ん、こっから折り紙兵に投げ入れられたんです。ひどいですよね。でもよく考えたらこっから入るっていい腕してますね。そうね、それはそうだけど、他にもいる。え、このフライパンの下とか厨房の下。え、どこだ。あ、もしかして向こうの部屋にいるとか。うわー、こっちもいる。きっしょー、やば、きっしょ。うら、うら、ちょっと待って。うわ、ちょっと、ちょっと、うわ、くそこの、くそこの、よし、こんなもんか。他もいないか。大丈夫か。で、大丈夫か、大丈夫か。開けてもいない。はい、いない。わ、いた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 。ここにもいた。オッケーオッケー。こっち側にいないか。大丈夫か。箱の中とか潜んでたりしねえだろうな。あ、あ、上にいる、上にいる。やばやばやば。皿の上に乗ってんじゃねえよ。他のところにもいるかな。え、いる、まだね。レストランにあれが発生しています。そうだね、向こう側にもいるかな。ちょ、確認しようぜ。こっち側にはいない。こっち側にはいない。え、でもこの音が鳴ってるってことはさ、まだ多分いるんだよな、きっとな。ごめん、もうこれ以上わかんねえわ。じゃ、先急ぎまーす。はあ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 。待って待って。お、ここなんか隠しブロックありそうですね。上に行く階段がスカスカのスカスカですわと。マリオさん、ちょっといいですか。はい。そこのレストラン、飲食店にあったようなら大惨事が起きてしまった気配がします。この前は恐ろしくてキッチンなんていられません。ああ、恐ろしい。大惨事が去ったら教えていただけないでしょうか。もちろんお礼をいたします。マジで。じゃあ結局あのゴキブリたちは全部倒さないといけないってこと。そういうことっぽいよね。ほらよ。え、これ私全然似てない。私が赤キノピオじゃなくて青キノピオです。そうだね。
マリオさんに怒っても仕方がないですね。助けていただきありがとうございます。これどうぞ。あ、キノコありがとう。キノコから、あ、キノピオからもらうキノピオ、あの、なん、ん？キノピオからもらうキノコは最高だな。じゃあゴキブリ全部倒さないといけないのか。めんどくせえな、それは。もう一回頑張るか。あ、そう、お前かよ。まあまあ、色合い的にはそうね。まるであれみたいですね。言わなくてもわかる、それは。あ、いた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 、わかりづれー。ここにいるわ。うらっ、はあ、終わった。レストランがめちゃくちゃです。いや、本当にな。いや、よかった。ようやく終わったわ。あの一匹見つけるためだけに相当時間食った。観察大事。終わったよ。もう恐ろしい気配がしない。もしかして大惨事を解決してくれたんですね。はい。紙っぺらくれる？紙っぺらのみじん切りです。ああ、すごい大量。ありがとう。あ、満タンだ。相当必要だよ、これ。え？足りなくね？あ、いけたわ。あ、こんなもんか。はい。ふぅ、ようやくだ。はい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 。押す。あ、開かない。開かないのか。この中に入らないと上まで登れなさそうだけど。え？色鉛筆飛んできたか？棒ですわ。ホーム！危ない。ん？ホーム！危ない。どうすればいいんだこれ。ポン、踏めばいい。ポン、めっちゃ来るじゃん。ポン、あ、ダメだ、触れたらダメだ。ポンポン、あ、開かないです。どうしたらいいの。もう避けて避けて、避けるだけでいい。あ、一応避け終わったらいいの。どこから飛んでくるの、危なすぎますわ。狙われてるよ、狙われてるよ。あ、よかった、今買わせたの。あ、なるほど、そういうこと。 OK。 あら、ここだよ、ここ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 のやって。ダメか、ダメか。ここだよ、ここ、ここ、ここ。全然色鉛筆当たっても全然壊れないじゃん。あ、ここ壊れてる。やったぜ。オッケー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 。よかったー。壁を一応注目しててよかったわ。こんなもんかな。はい。はい、ハート。はい。よしよしよし。まあ、キノピオたちもいないみたいだし、じゃあこのスイッチ押して、おい。よし、これで上に向かえますね。遅すぎ。あら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 。あら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 。待って待って待って。ここなら当たらんとちゃう？わあはは！よしよし。やばくない？やばくない？やばくない？ふふふふ！待って、まだまだか、まだか、まだか、まだか。うん、あ、やば。あ、怖っ。よし、登れます。わー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 、すごい弾幕張られてる。はい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 、なんとかなんとか。え、で、なんか色鉛筆めっちゃ刺さってるよ。お前キノピオだったのか。さすがマリオさん、偽物の色鉛筆を見抜けるとさすがです。ここは4階展望フロアなんですが、なんとこの上の屋上から色鉛筆が飛んできたんです。色鉛筆が飛んできた、確かに飛んできてるね。
あ、マリオがやられた時の絵が書いてある。なんてやつだ。よし、一体セーブしましょうか。ボス戦かな。じゃあ行きましょう。穴ぼこだらけだね。あ、紙テープだ。綺麗ね。赤いテープはここから伸びてたのね。アニメのマークがついてるから多分そうかも。あれを壊せばいいのかしら。ジャンプでガツンとやっちゃいます。ジャンプでいける。うら、びくともしねえぞ。ジャンプに気合が足りないのかしら。また来たよー。棒が本当にしつこすぎ。え、なんかカラフル。はー、なるほど。ミサイルアーティスト色鉛筆。色鉛筆そのものが敵なのか。ここまでたどり着くなんてなかなかやるざんすね。ミーは文豪軍団の偉大なアーティスト。文豪軍団、ジャンピエール色鉛筆12世ざんす。え、初代からなんか12世まで全部揃ってそうだな。赤の紙テープを守るのがオリー様に託されたミーの大事なお仕事。お前みたいなペラペラは華麗なミサイルアートでボッコボコにしちゃうざんす。まず先に倒した方が良さそうだな。文豪軍団、ジャンピピエピエールだよ。ジャンピエールだよ。ジャンピエールポルナレフじゃないから、ジャンピエール色鉛筆だからな。絵がちょっとかなり上手だから調子に乗らないで。このマリオさんはとっても強いんですわ。あなたの手ポコポコですわ。ポコポコなんだ。それは私はマリオさんのおそばで応援しちゃうから。さあ行こうか。ミサイルアーティスト、ジャンピエール色鉛筆12世覚えちゃったよ。色々鉛筆12色ペラペラなお前の体をキャンパスにしてやるざんす。色鉛筆の箱なんですね。60秒、ボス戦だね。はいはい、はい、あそこ通ったらダメってこと。ロックオン完了。魔法陣の光が消えてますよ。お休み中なのかしら。パネルも初めて見ますわ。オン、何かのパワーをオンにするみたいな。魔法陣をあれでオンにしないといけないのかな。初手はここで良さそうだな。オンにして、あって、でこうすればいいんじゃね。これでいいでしょ。手紙を読む。ミサイルのターゲットを避けて色鉛筆の背後に回り込み、ハンマーで蓋を叩く。ハンマーで叩くのね。 OK で紙の手、はい、オッケーオッケー。鉛筆トラップ回避した。全部外しちゃったか。いきます。神の手、はい、発動。何をすればいい。蓋をつかめ、はい、つかんで閉じる。オッケー。お、中で爆発するか。これ敵のアクション。蓋が閉まった。もうミサイルが止まらないざんす。お口の中でミサイル大爆発ですわ。あのおしゃべりなお口も中は意外と柔らかいのね。まあね、ポコポコになるからね。オッケー。よしよしよし、敵気絶状態じゃないこれ。やってやるか。これさ、さらにアクションできんの。できるっぽいけどね。どこから向かえばいいのかな。通常攻撃でいいんじゃない。行こっか。はい、アクションを2回。 OK。 お口の中は柔らかいっつってたよな。行くぜ。これでいけるっしょ。はい、踏みまくる。1回2回3回4回。 OK。 なるほど。あ、そこそこダメージ当たられる。1回2回3回4回。 OK。 いいんじゃない、いいんじゃない。敵のアクション、はい、アイアンバイト、あ、ガード、オッケー。近くにいたら噛みついちゃうぞ。なるほど。リロード、オッケー。ミサイルはまだまだいくらでもあるざんす。リロード完了。オッケー。もう一回ね、もう一回、蓋を閉めればいいのね。やるべきことはもう分かっている。はい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 。面倒だな。背後に回り込まないといけないから。で、オンもしないといけないでしょ。だから、
どうだ、待ってね、こっちでいいのかな、完全に後ろでいいのかどうか分かんねえけど、これでいけるんじゃない、いけるかな、はい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 、 OK、 マリオのアクション、神の手、はい、蓋閉められるか、こっから一応背後だとは思うんだけど、 OK、 よし閉じる、いったね、敵のアクション、足暴発、 OK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 、 よし、でまたアクションを2回にして、はい、でいや違うな、ここだな、ここだな、よしよしよし、いいんじゃない、はい OK、よしいけるでしょう、キラーブーツ、はい、いくよ、1回、2回、3回、4回、 OK、 もう1回、1回、2回、3回、4回、 OK、 よしよしよし、残り HP20% ぐらいかな、さあアイアンバイトでしょ、ガード OK、 リロード、このままでやられる、それでは必殺技アーティスティックローリングミサイル、ガトリングじゃん、やばそうだねあれ、え、あれ後ろから閉じられんの、お手紙必要じゃない、これ魔法陣、一応後ろに回り込む努力はするけど、待って待って待って、これでいいんだ、これは、待って待って待って、こうで、ここで魔法陣、ここ、これでいけるんじゃないか、背後閉じる、神の手、閉じれるかこれ、蓋をつかんで閉じる、ローリングミサイル中蓋閉まらないよ、やばいね、敵のアクション狙ってる、待って待って、いえ痛い、あ、なるほどなるほどなるほど、連打ね、 1,2,3,OK、 はい、 1,2,3,OK、 OK、 12発来るのか、リロード、ローリングミサイル、ローリングミサイル中は蓋は閉まらない、 OK、 何か別のアクションが必要だな、通常攻撃じゃダメでしょ、で正面からやってみるか、正面から行こう、正面から行こう、正面から行きます、オンで、こう、小細工なし、神の手、はい、魔法陣発動、どうする、鉛筆をつかめ、はい、オッケー、突き刺す、そっくりそのままお返しする、オッケー、ラッシュタイム完了、神の手フィニッシュ、ありがとうございます、デッサンも狂ったことがないこのミー、完璧なミーがまさかやられるなんて、アートは爆発ザンス、それでミサイルか、おお爆発したね、有言実行、あ、これ神の手ね、はい、よし、魔法陣が出てきました、神のテープを守っていた色鉛筆から出てきたならきっと大事な魔法陣かも、じゃあこれでテープ切りますか、はい、握る、叩く、あ、はいはいはい、なるほど、
おお、紙吹雪。赤いテープがなくなりましたね。OK、 赤紙テープクリア。これで一面完了か。お、なんだこれ。あ、赤い紙テープが集まった。紙っぺらマックスアップ。あ、マックスがアップするの。あ、嬉しいね。それは非常にありがたいわ。結構使ってはため、使ってはためっていう動作がめんどくさいからね。赤の紙テープをクリア、クリアです。これもマリオさんと私のおかげですわ。そうだね、袋がちょっと大きくなって持てる紙っぺらも増えたみたい。よし、次の紙テープもどんどんいっちゃいたいです。次は何色の紙テープでしたっけ。青がね、もみじ山の方に繋がってたはず。あ、そう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 、すげえわかりやすいところに伸びてんな。こんなもんかな。じゃあセーブポイントまで戻ってみる。あ、はい、望遠鏡にお金かかんのね。はい、あ、それだけ、それだけか。よし、じゃあ戻、あれ何、どっかにいる。あ、いた。ずっと見られてばっかりだったこの私が今度は見る番です。あ、じゃあ、はい、じゃあね。オッケーオッケー。よし、じゃあ下に降りてセーブして終わりにしようかな。壊れて大変だったな。あれ、地面の録画機、綺麗さっぱり消えてます。色鉛筆がいなくなったから消えちゃったのかな。ちょっと残念かも。そうか、まあいいんじゃない、元あった姿に戻っただけだし。オッケー、よし、じゃあ今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。